タタモーターズタタイスパノアビトディボタタイスパノモーターズカロセーラ旧社名イスパノカロセーラはスペインアラゴン州サラゴサに本拠を置くヨーロッパ最大のバス車体メーカーの一つであるインドのタタモーターズの完全子会社であり2010年3月1日に原社名に改名したサラゴサとモロッコカサブランカに工場があり合わせて年産2000台の生産能力を有する 1939年、イタリアナポリ出身のヴィンチェンツォ・アンジェリーのジェルバージオによってタジェレス・ナポレスが設立される。当初は内戦後のスペインでトラックの車体修理や溶接などを行っていたが、後にシャシーに仮装するトラックキャブの設計をアンジェリーの自身で手掛けて成功を収めた。この成功によって1958年には3000。 平方メートルの工場へ移り、最初のバスを製造した。続いて1960年には、最初のダブルデッカーバスを製造した。1962年、再び大工場へ移転し、ファクトリーやスナポレスとなった。この会社ではスペインのみならず海外向けにも、トラックとバスの製造を行った。1966年、会社は、バレーロスディーゼルの一部門となった。 バレーロスは1969年にクライスラーに買収されたが、バス車体製造部門は1971年にベルギーのバンホールに売却された。1983年、バンホール従業員の大半が工場の株主となって、工場は匿名労働者協会と変わり、そしてイスパノカロセーラ SAL になった。当初は、 バンホールのブランドで車両の製造を行っていたが、その後正式に、イスパノカロセーラブランドが発足した。1997年には、ピニンファリーナと提携を結び、後に登場したアビトや、ディボなどの車種が、ピニンファリーナによってデザインされた。2000年9月14日、モロッコカサブランカ工場が、創業開始。2005年3月16日、 タタモーターズがイスパの株21%を取得。2009年10月16日には残りの79%についても買取オプションを行使して完全子会社化した。ありがとうございます。